2008年、アメリカ合衆国女子代表バレーボールアメリカ合衆国女子代表は、バレーボールの国際大会で編成されるアメリカ合衆国の女子バレーボールナショナルチームである。1947年に国際バレーボール連盟へ加盟。バレーボールの母国として知られるアメリカだが、国内リーグがないため、国外のリーグでプレーする選手以外は、 協会主催のトライアウトで合格した選手で編成される。2000年シドニー五輪の準々決勝で韓国をフルセットの末に勝利し、ベスト4に入ったが、ロシア、ブラジルに敗れ、メダルを逃した。2001年に吉田敏明監督が就任し、同年のワールドグランプリにおいて、下馬表を覆し2度目の優勝を飾る。 2002年の世界選手権で予選ラウンドから好調を維持し、準決勝でロシアを下し、世界三大大会初制覇に王手をかけたが、決勝でイタリアに2の3で敗れ金メダルとなった。2004年に FIVB の世界ランキングで1位に上り詰めた。アテネオリンピックでは日本人監督の吉田俊明が指揮を取り5位入賞となった。2005年から 元中国代表エースアタッカーのローダイラが指揮を取る。同年のワールドグランプリは8位と苦しい船出となったが、北中米選手権で優勝、ワールドグランドチャンピオンズカップで準優勝した。若手の起用が目立った、翌年の世界選手権は9位と低迷した。2007年北中米選手権で、ライバルのキューバに2-3で敗れたが、同年のワールドカップで、キューバ、 ブラジルなどを接戦の末、クラスなど開幕から8連勝と勢いに、乗り最終的に、銅メダルを獲得し、北京五輪の出場権を獲得した。2008年北京オリンピック予選リーグでは、開催国かつ監督の母国である中国と対戦し、フルセットを制した。決勝トーナメントでは準々決勝でイタリア、準決勝でキューバを破り、決勝へ進出。 世界ランク1位のブラジルに3の1で敗れ金メダルに終わったもののバルセロナオリンピックの銅メダル以来4大会ぶりのメダルを獲得した。2008年12月15日、北京オリンピックでアメリカ男子代表を20年ぶりの金メダルへと導いたヒューマッカーチョンが代表監督に就任。2009年から新体制がスタートし、北京五輪で主力であったベテラン勢が外れ、 若手が多く起用された。同年のワールドグランプリでは、予選ラウンド敗退、北中米選手権では4位とメダルを逃す結果に終わった。そこから、デスティニー・フッカー、フォルケ・アキンラ・デオ・ラキ隊の新戦力の台頭により、2010年には5年ぶりに出場した、モントルー・バレー・マスターズで準優勝、ワールドグランプリでは、決勝ラウンドにおいて全勝し、同大会で9年ぶりに優勝した。 同年10から11月の世界選手権で予選ラウンドを全勝で突破し、準決勝に進出したがロシアに敗れ、3位決定戦で日本に2の3で敗戦を喫し4位だった。2011年ワールドグランプリで予選ラウンドでセルビアに敗れるも2位で通過、決勝ラウンドでブラジル、セルビアに雪辱を果たしに大会連続優勝を飾り、 同大会で4回目の頂点に立った。同年11月のワールドカップでは、初戦でブラジルを下しコース,スタートを切るも、終盤でドイツ、最終戦で日本にストレートで敗れて、イタリアに女王の座を奪われた。2012年、ワールドグランプリで3連覇を達成した。同年8月、ロンドンオリンピック決勝でまたもブラジルに苦敗を喫し、初優勝はならなかった。 2014年の世界選手権において準決勝で宿敵ブラジルを撃破し決勝でも中国に3の1で勝利。三大大会では初となる悲願の優勝を手にした2018年 FIVB バレーボールネーションズリーグに登録されたメンバー。マークはバレーボールで動入りのプレイヤー。ありがとうございます。